ぼんちゃんです。今回は筑波山神社を紹介します。今写っていますのは、筑波山神社入口バス停近くのオートリーです。筑波山神社は茨城県筑波市筑波にあります。筑波エクスプレスで筑波駅まで行き、筑波山シャトルバスに乗り、筑波山神社入口で降ります。鳥居をくぐり進むと筑波山大見堂がありますが、筑波山を登る予定があるのでスルーしました。 先に進むとお土産屋さんなどがあり、道が細くなり鳥居が見えます。そして神社に入るとすぐに牛の像があります。その先に御神教があります。御神教の近くに手水舎があります。そしてここに狛犬さんもいました。階段を上り右に御神木の大杉があります。 左に行くと宇宙の卵があります。筑波万博の時に作られた強化プラスチック製の卵無の象徴として作られみんなで温める未来の夢をイメージしたものですさらに階段を上ると随心門があります随心門には豊木入彦のみ事と大和武尊のみ事の像があります随心門をくぐり左に行くと厳島神社があります 御祭神は市木島姫の御です。階段を上りきると右側に手水舎があります。左側には黄身が世の日と黄身が世に出てくるさざれ石があります。筑波山神社手前の狛犬さんがこちら。そしてこちらが筑波山神社の拝殿です。 御祭神は南大山にイザナギの御子と女大山にイザナミの御子とを祭り、天地開闢の夫婦神が静まる地として崇められています。筑波山神社の境内にはまだ見どころがあります。拝殿の横にある通り道を抜けると御神水があります。また御神水のところの階段を上ると稲荷社があります。 朝日なりというようですさらに手水屋のところを奥に進むと拝殿がありますこの裏手に比叡神社と春日神社がありますここには見ざる聞かざる言わざるがどこかにありますそれは比叡神社のところにありますこの部分ですこの、 見ざる、聞かざる言わざるは日光東照宮にあるものよりも古く最古のものとも言われています話は戻りましてこの拝殿の奥に向かうと楠の木正勝の墓がひっそりとありますさらにその奥には愛宕神社があります愛宕神社を正面にして後ろ側に祠がありました筑波山神社は以上です それでは、筑波山神社の御朱印を紹介しましょう。こちらが筑波山神社の御朱印です。書き置きのみでした。後でネットで調べると直書きの時もありそうでした。そして、こちらが秋限定の御朱印です。書き置きのみでした。今回は以上です。次回は筑波山を登り、男体山と女体山を紹介します。また、筑波山の見どころも紹介します。 そして、南体さんと女体さんのご主因もありますので、そちらもご紹介いたします。お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。面白かったという方はグッドボタンを、チャンネル登録、コメントもお待ちしております。それでは、また。